イエネファー。合流できてよかった。凍え死ぬところだったわ。ちょっと用事があってな。あら、急ぎのようだったのね。きっとネッカー退治か何かなんでしょ。そんなところだ。最後。ええ、前回ヒンダースファルに来たのは何年も前のことだけど、はっきり覚えてる。ロフォーテンはこっちよ。壊れた建物に新しい墓。どうやらここみたいね。何かの集会か。タイミングが悪いな。ワイルドハントのことでいいタイミングなんてないわ。臆病者の話が本当だったら、今度は俺たちを見捨てたんじゃなくて。やめろ。何かの儀式だな。待つしかないか。そんな時間はないわ。失礼、中断させてしまってごめんなさい。でも大事な用があるの。死者を弔っているのが分かりませんか。静かに。まだ生きている人を探してるの。お願い、時間がないんです。話してみなさい。ワイルドハントが村を襲ったと聞いた。そうよ。でも誰も信じてくれない。あなたたちだってそうでしょ。骸骨の騎士を見た。霜に覆われた鎧を着た。ええ、見たわ。奴らは死者の爪でできた船でここに来た。物語の通りにね。レイフが子供たちを大声で呼んだけど、奴らが来て顔を切りつけたわ。彼は喋ろうとしたけど血が流れるばかりで。人を探しに来たのでしょう。傷を蒸し返しにではなく、もう十分よ。それからどうしたの。それで走って助けを、レイフを呼びに行ったけど、たくさんの死体を見たわ。ジョール、インバ、幼いニッキー。奴らはどこへ向かってたの。海よ。渓谷を通って骨の馬に乗って、骨と氷、それに。そこまでよ。要件をお話しください。シリという少女を探している。髪は灰色、目は緑色だ。残念ですけど、ここにはいないわ。墓の中でなければですが、その名前に聞き覚えはないけど、たくさんの人を埋葬したから忘れてしまったのかも。そのシリという子、傷跡はない。頬のここに。そう、その子はどうなったの。わからない。一瞬見かけただけなの。全てが起きる直前に小屋であの臆病者と一緒にいたの。あの男だけは許せない。他に何か覚えていないか。疲れているようだったわ、すごく。そして髪の毛が濡れてた。安心した。少なくともお風呂に入れたのね。詳しくはすぎゃ。臆病者よ。失礼。臆病者ならもう少しわかるでしょうけど。その臆病者だが、名前はあるのか。昔はあったわ。長老たちが一族の伝記から消してしまうまでは。まるで存在を消されたようでした。彼に触れること、彼と話すこと、その名を口にすることさえ禁じられた。何をしてそんなことに。あいつは逃げたのよ、自分一人だけでね。そいつと話す必要があるな。ここの方には反してしまうのだろうが。遅かったわね。彼はモークバーグ退治に聖なる園に向かいました。自分から戦いに行く臆病者か。矛盾している気がするのは俺だけか。臆病者は村人の間違いを証明するにはモークバーグ退治しかないと考えています。そして名誉と名前を取り戻すために。裁きがもたらす試練、いかにもスケリッジね。私はあなた方の法を軽んじません。同様に願います。そのモークバーグだが、半人半狼の。ええ。それなら心配ない。退治してきた。そうですか。臆病者は先に出発したけど、まだ戻っていません。聖なる園では見かけなかったが、いい予感がしないな。行く意味もあるかどうか。
もう死体だとしても手がかりがあるはず。だといいが。ありがとう。聖なる園に行くつもりなのですね。よその方に聖域に入ってほしくはないですが、仕方ありません。巡礼者は木の前で自らの血を捧げる習わしがあります。臆病者もそうしたはず。でなければ勇気だけでなくフラヤに対する敬意も欠けていることに。私たちのことは心配しないで、ゲラルトも私も神々には敬意を払ってるもの。あら、そのモークバーグとやらと戦った話は初耳だけど。知っているだろう。仕事は家に持ち帰らない主義だ。ゲラルト、どこ行くの？家ね、そもそも家なんて発想がない主義かと思うけど、一度はベンガーバーグで一緒に暮らした。さてどうするの？村人の言っていた木を目指そう。女神様に血を捧げに行くの？それは分からないが、臆病者はそうしたんだろう。手がかりがあるかもしれない。臆病者はここに来たようだ。この後は片膝をついて習わしに従って血を捧げたのだろう。結婚だ、わかるか？私は人間離れした美しさかもしれないけど、あなたみたいに人間離れした感覚はないの。ならここで待っていてくれ。男の追跡は俺がやる。君に一緒に来てもらう必要はない。そうね。それに泥の中を歩いたらこのヒールが台無しになっちゃうわ。反論してくるかと思ったが。私が？やめてよ。私は聞き分けがいい子なの。イエネファ、俺の目を見ろ。何を企んでる？いろいろよ。テメリアの王冠をどう手に入れるかとか、ケイアモルヘンを気づかれずに売却する方法とか、ほら言って。臆病者の血だ。ここはベネットの真下か。おい、聞こえるか？ゲラルト、びっくりさせないでよ。すまない、悪気はなかった。だといいわね。臆病者を見つけたら教えて。フラヤの女司祭か。争った跡はない。ガシか、かなり時間が経っているな。聖なる園が襲われた時ここに隠れていたんだろう。鍵か、使えそうだ。くそ、死んでる。かなり時間が経っているな。イエネファ、見つけたぞ。どう？フラン死体の中でもかなりひどい方だろうな。最悪。いいわ、持てそうなものをかき集めて上に来て。イエネファ、無駄だと思うが。壁越しの議論の方がよっぽど無駄だわ。上に
についてから話すわ。それでいい？相変わらず人使いが荒いな。お前に会わせたい人がいるんだ。腐敗が進んでる。でも生体は無傷ね。何か聞けるかもしれない。おしゃべりなタイプに見えないが、死体だってお話はできるのよ。やり方さえ知っていればね。高齢術は固く禁じられているのでは？婚前交渉だって禁じられてるでしょ。馬鹿げた決まりなんて関係ない。黒魔術だけはやめておけ。必ず悪いことが起きる。必ずだ。私だって嫌なの。本当よ。でもシリの身に危険が迫っていることの方が耐えられない。それはわかるが、だからといって。ゲラルト、お願い。今は議論をしている場合じゃないの。呪文に必要な材料はあるか？新生児の血でしょ。処女の舌と、あとはイモリの眼球ね。もう一回頼む。皮肉は抜きでな。材料なんかいらない。私は女魔術師よ。薬草医じゃないの。必要なのはエネルギー。大量のね。幸いこの場所は魔法エネルギーに満ち溢れてる。聖なる園のエネルギーで死体を生き返らせるなど、女死体たちは大激怒だろうな。ゲラルト、私は解決策を提示してるのよ。いちいちケチをつけないで。煩わせて悪かったな。お願いゲラルト。それだ。君のお願いはいつもお願いじゃなくて指示なんだ。まあいい、始めよう。セレインセレインデフレン、セレインセレインダベダー。ロフォーテンの臆病者ね。違う違う、お前の名前はスフィハール。シリを探している。灰色の髪で緑色の目だ。知ってるか？そんなことどうでもいい。彼女に何があった？ここで何をしていたの？話しなさい。話して。話しなさい。落ちて落ちて、溺れそうに溺れそうに。